クリスマスキャロル、クリスマスキャロル、現代、A クリスマスカロルは、英国の文豪チャールズ・ディケンズの中編小説。1843年12月19日に出版。クリスマスブックスの第一作。主戦奴のスクルージが、クリスマスイブに、超常的な体験から、過去、現在、未来の旅をした結果、改心をする。クリスマスストーリーの中では、 最も有名なもので、広範囲な読者を獲得し、リケンズを世界的に有名な作家としたことでも、記念碑的な中編である。原作は英国で出版され、原文は英語である。出版社は、ロンドンので、ハードカバーとペーパーバッグの二つの形態で出版され、挿絵画家による、彩色挿絵入りである。作品の主人公は、エベネーザ・スクルージという書老の商人で、 霊国無慈悲、エゴイスト、主戦奴、人間の心の温かみや愛情などとは、全く無縁の日々を送っている人物である。ロンドンの下町近くに、スクルージマーレー商会という事務所を構え、白球で初期のボブクラチットを雇用し、血も涙もない、豪欲で金儲け一筋の商売を続け、隣人からも、取引相手の商人たちからも、打滑のごとく嫌われている。 7年前の共同経営者であるジェイコブ・マーレーの葬儀においても彼への不正を絞り、またまぶたの上に置かれた名声を持ち去るほどであった。明日はクリスマスという夜、事務所を閉めた後自宅に戻ったスクルージは7年前に亡くなったマーレー老人の亡霊の訪問を受ける。マーレーの亡霊は金銭欲や物欲に取り憑かれた人間がいかに悲惨な運命となるか。 生前の罪に比例して増えた鎖にまみれた自分自身を霊としてスクルージに悟し、スクルージが自分以上に悲惨な結末を回避し、新しい人生へと生き方を変えるため、三人の精霊がこれから彼の前に出現すると伝える。スクルージを訪ねる三人の幽霊以下、村岡花子役によるは、第一の幽霊、過去、第二の幽霊、現在、そして、 第三の幽霊、未来である。第一の幽霊、過去は、まばゆく輝く頭部に、ろうそくのひけしぶたのような帽子を持った、幼く見えながらも老成した表情をした霊。スクルージが忘れ切っていた、少年時代に、彼を引き戻し、孤独の中で、しかし、夢を持っていた時代を目の当たりに見せる。また、青年時代のスクルージの姿も見せ、金銭欲と物欲の塊となる。 以前のまだ素朴な心を持っていた過去の姿、そしてかつての恋人との出会いからすれ違いによる破局を示す。スクルージは耐えきれなくなり、彼から帽子を奪い無理やりかぶせて光景を消した。次に出現するのは第二の幽霊、現在。スクルージが見上げるほどの長身に冠とローブをまとい燃え盛る松明を持ったクリスマスのごちそうと贈り物に囲まれた霊である。 私には千八百人以上兄弟がいるが、会ったことはないかと豪語する、本作の書かれた年代が千八百四十三年のため。彼は、スクルージをロンドンの様々な場所に導き、貧しい中、しかし明るい家庭を築いて、ささやかな愛で結ばれたクラチットの家族の情景、おじを呼べなかったことを惜しみながらも、知人たちと楽しい夕食会をしているフレットの姿を見せる。 またクラチットのバッシティムが、足が悪く病がちで、長くは生きられないことを示す。スクルージがそれにうろたえると、彼が寄付を頼みに来た紳士に対して発した、余分な人口が減ってちょうどいい、牢屋や、旧品員はないのか、等の言葉を自身、またローブの下の、無知、貧困の子供たちの口から投げかける。第二の幽霊と共に、世界中を飛び回って、見聞を広めたスクージは、 疲れ切った眠る。そして再度目覚めると、そこには真っ黒な布に身を包み、一本の青白く細い手だけを前に差し出した不気味な第三の幽霊、未来がスクルージを待っている。スクルージは評判の非常に悪い男が死んだという話を聞くが、未来のクリスマスには自分の姿がない。評判の悪い男のシーツに包まれた無残な死体や、 その男の衣服まで剥ぎ取る日雇と女。また、盗品専門に買い取りを行う古物商の老人や、その家で盗んできた品物を売りに老人と交渉する三人の男女の浅ましい様などを見る。ここでスクルージは、その死んだ男が誰なのかを確認することはできなかった。また、クラチットのバシティム少年が、両親の希望も虚しく、用うざったことを知る。 そして草むし荒れ果てた墓場で、見捨てられた墓碑に名として記されていた自らの名を、スクルージは読む。スクルージは、激しい衝撃に襲われる。しかし、クリスマスの始まる夜明けとともに、彼が経験した悪夢のような未来が、まだ変えることができる可能性があることを知る。彼は、マーレーと三人の幽霊たちに感謝と改心の、誓いをし、クラチット家にご馳走を送り、 再会した紳士たちに寄付を申し出、フレッドの夕食会に出向く。そしてその翌日、クラチットの雇用を見直すとともに、彼の家族への援助を受け継いする。後にスクルージは、病気も治った、ティムの第二の父とも呼べるほどの存在となり、ロンドンで一番クリスマスの楽しみ方を知っている人と言われるようになるのだった。その他の各種翻訳については、 ディケンズフェローシップ日本支部のサイト内にある詳細な書士を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。